16歳女子選手がラケット投げで敗戦。テニスの四大大会ウィンブルドン選手権女子シングルス4回戦で、世界ランク102位の16歳ミラ・アンドレーワ、ロシアが取った行動が世界に波紋を広げている。ラケットをコートに叩きつけたと判定され、ペナルティーで敗戦。本人は足を滑らせた際の不可抗力と主張したが、動画がツイッター上に公開されて物議を呼んだ。賛否両論の中、海外メディアはドラマがテニス界を分裂させていると報じている。世界ランク18位マディソン・キーズ、米国戦。問題のシーンは第3セット第8ゲームのマッチポイントだった。アンドレーワは右へのボールを返そうとしたが、足を滑らせて体勢を崩した。最後はラケットが手から離れてコートに叩きつけられるような形に。主審のルイズ・アゼマール・エンゼル氏はラケットを叩きつけたと判断し、アンドレーワにペナルティを与えた。この試合2度目のペナルティポイントとなり、1-2、6-3、6-7、2-6で敗戦。欧州や米国など多くの海外メディアが動画を公開すると、海外ファンの間で、こいだ、悪意のないスリップ、と論争となった。この状況に対し、ヤフースポーツ、豪州版は、ミラ・アンドレーワの、不条理な、ウィンブルドンの敗退でテニス界が分裂、との見出しで記事を掲載。こう続けた、ロシアの10代のセンセーション、ミラ・アンドレーワは呆然とさせる形でウィンブルドンから追い出されたが、議論を呼ぶラケット投げで彼女のポイントが奪われるべきだったかについて、テニス界は分裂している、アンドレーワのドラマがテニス界を分裂させている。記事では男子のグランドスラム王者アンディ・ロディック氏、米国の意見を紹介、試合の決定的なポイントで10代の選手に対して厳しい判定だったと認めた、とした。続けて、多くの人がこの米国人に賛成したが、彼女はその試合ですでに警告を受けており、主審は正しかったと感じている人もいた、と意見が分かれていることを伝えた。アンドレーワは判定直後に、それは間違った決断です。ラケットを投げたんじゃなくて、落ちたんです。滑って転んでしまった、と主審に抗議したが、覆らず。四大大会初の8強入りを逃した。欧州衛星放送、ユーロスポーツによると、アンドレーワには罰金8000ドル、約112万円が課されたという。テニス16歳女子が、ラケット叩きつけの罰則判定で敗戦本人は異議、正直、滑ったんです。アンドレーワがペナルティを受けて敗れる。テニスの四大大会、ウィンブルドン選手権女子シングルス4回戦で、世界ランク102位の16歳ミラ・アンドレーワがまさかのペナルティを受けて敗れた。ラケットをコートに叩きつけたと判定されたが、本人は足を滑らせた際の不可抗力だと主張。米メディアは、物議を醸す形で終わった、とこのシーンを報じている。世界ランク18位マディソン・キーズ、米国、との対戦。問題のシーンは第3セット第8ゲーム。右へのボールを追いかけたアンドレーワは何とか触れて切り返そうとしたが、足を滑らせて体勢を崩してしまった。この際にバランスを保とうとしたのか、右手に持っていたラケットを後ろ向きに振り回し、最後はラケットが手から離れてコートに叩きつけられるような形になった。主審のルイズ・アゼマール・エンゼル氏はラケットを叩きつけたと判断し、アンドレーワにペナルティを与えた。この試合2度目で、ペナルティポイントが相手に入った。アンドレーワは、それは間違った決断です。ラケットを投げたんじゃなくて、落ちたんです。滑って転んでしまった、と主審に近づき抗議するも、判定は覆らず。これがマッチポイントとなったため、1-2、6-3、6-7、2-6で敗れてしまった。四大大会初の8強入りを逃したアンドレーワ。試合後はエンゼル主審と握手を交わすことなく、コートを去った。米大手放送局 CNN は16歳のミラ・アンドレーワがウィンブルドンで物議を醸す判定を受けてポイントを奪われ、マディソン・キーズに負けるとの見出しで記事を掲載した。10代のテニス界の注目選手、ミラ・アンドレーワの夢だったウィンブルドンは月曜日にラケットを投げたためにポイントを奪われ、物議を醸す形で終わったと記事では該当シーンを紹介。エンゼル主審は、この事件はスポーツマンシップに反する行為でポイントを奪うほどの深刻なものであると判断した。アンドレーワが滑ってコントロールを失ったと主張すると、エンゼル主審は腕を頭の上で振って、彼女がラケットを投げたことを示した、とも記した。
記事では試合後にアンドレーワが報道陣に語ったコメントも紹介。私からすれば、議論の余地があるポイントです。なぜなら、どちらの判断が正しいかわからないからです。と胸の内を語っている。でも、正直に言って、私にはラケットを投げる意図は全くありませんでした。滑ったんです。正直言って、前のめりに転んでしまうと思ったんです。とラケットを意図的に投げたことについては否定している。アンドレーワは加えて、ラケットを投げたように見えたかもしれません。わかりません。まだ動画を見ていないので。でも、それが彼女、エンゼル主審の下した判断でした。彼女がこの判断を下したんです。それが全てです。彼女がその判断を下したので、試合は終わりました、と主審の判断でペナルティーとなったことを強調していた。嬉しくて壊したと思う、淡幅敗退のペグラがダブルスでラケット破壊、女子テニス。テニスのウィンブルドン、イギリス、ロンドン、芝、グランドスラムは11日、女子シングルス準々決勝が行われ、第4シードの J、ペグラ、アメリカは世界ランク42位の M、ボンドローソは、チェコ、2-4-6、6-2、4-6のフルセットで敗れ、グランドスラムのシングルスで初のベスト4進出とはならなかった。同日にはダブルス3回戦に登場したペグラは試合中にラケットを破壊。そのことについて会見で質問を受け答えている。4度目のウィンブルドン出場となった世界ランク4位で29歳のペグラ。今大会、1回戦で世界ランク46位のエル・デイビス、アメリカ、2回戦で同78位のシーブクサ、スペイン、3回戦で同43位のイー・コッチャレット、イタリア、4回戦で同60位のエル・ツレンコ、ウクライナを下し、大会初の8強入りを決めた。この日の第1セット、アンフォーストエラーを13本犯したペグラはファーストサービスが入った時のポイント獲得率が 50% に止まる。ボンドローソは2、3度のブレークを許すとリターンゲームでは2度のブレークチャンスを生かせず、先行される。それでも続く第2セット、開始からブレークチャンスをつかむと第4ゲームでブレークに成功。終盤となった第8ゲームで2度目のブレークを奪い、1セットオールに追いつく。迎えたファイナルセット、ペグラは先にブレークに成功しゲームカウント4対1とリードする。しかし、第6ゲームからボンドローソワに5ゲームを連取され、1時間55分で力尽きた。勝利したボンドローソワは準決勝でワイルドカード、主催者推薦で出場している世界ランク76位のイー・スイトリナ、ウクライナと対戦する。スイトリナは準々決勝で第1シードのアイシフィオンテク、ポーランドを 7-5、6-7、5-7、6-2 のフルセットで下しての勝ち上がり。また、シングルス準々決勝を終えたペグラはシーガウフ、アメリカとのペアでダブルス3回戦に登場。しかし、エルシゲムンド、ドイツ、V、ズボナレーワ組に 3-6、3-6 のストレートで敗れている。この試合、ペグラは苛立ちを見せラケットを破壊している。試合後の会見でそのことについて質問を受けたペグラは明らかに怒っていた。嬉しくて壊したと思う。ブレークされて腹が立った。試合には負けた。チャンスはあったのに悔しい試合だった、と明かしている。